はい、インディーズバンドルームさんのリーダーコートボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。はい、この動画はですね、まあ昔のね、はいはい、そのアルフィーの、大阪城ホールの公演ってあったんですけど、毎年年末の29日とか30日とか 2days で大阪城ホールで公演があったんですけども、でそれに前乗りっていうのがあって、前乗りってじゃあなんやねんって、まあ前の日から泊まることとかそんなんではなくて、あのコンサートが始まる前にギターを持ってくる、まあファンの人たちが集まって、大阪城公演ってあのストリートのやってるとかあるでしょ、白天のストリートあるでしょ、ね、はいはい、ありますね。でその時はもう白天やってないんで、そのストリートのところでみんなギターとかアンプ持ってきて、ファンの人たちが集って歌ったりとかすることをやるんですよ。なるほどね。でコンサート見る前にそれをやってから見に行くっていうね。でみんなで歌いましょうみたいなのやってたりとか、まあ、基本的にその一人が歌うんじゃなくてみんなで歌うんですよ。楽器は演奏するんですけど、歌うのはみんなに歌ってもらうっていう、そういうスタンスで、ね、みんなで前乗りっていう。まあでもいいですね、それ楽しんで、うん、それをやってた、その懐かしい思い出をちょっと語っていこうかなと思って、うん、まあメインこっちが喋りますみたいな感じです、ね、でも他のアーティストであります、そんな大阪城ホールで前乗りとか、まあ一人でなんかやってるのとか多分あると思いますけどね、ギター弾いてね。あのギター弾いてっていうか、まあ普通にあの白天っていうところの、うん、あの前のとこで、あのまあストリートイベントをしてるっていうのは見たことあるんですけど、でもアーティストのアーティストにちなんだことは一切しておりません。あの言い方悪いですけど、そのアーティスト目当てで行く人たちにあわよくば曲を聴かして、あわよくばファンになってくれたらいいなみたいな感じのイベントしか見たことない。あれ難しいですよね。でもあんな時俺ようやらんわ、恥ずかしい。さすがにその例えばミスチルが大阪城ホールでやるとして、自分の曲をそこでやるんでしょう。無理です。いや、私の中でもあわよくばイベントって思っていつも通過してみてるんですけど、あわよくばって絶対見ないでしょ、それ。だってほとんどがミスチルしか見てないわけ。ほとんどが素通りなんですよ。ほんまに興味ないんで。一部、まああるかどうか、あでもいやすごいな、でもそれハートすごいな、うん、でも結構なあのバンド数で出てはりますよ。まあでもあの、うん、その白天のストリートとかはやってるんですけども、うん、それはもうあの大阪城 の、 もうその毎週のイベントとしても絶対あるもんなんでやってたりはするんですけど、うん、そのなんかそのアーティストさん の、 なんかこうライブでそのファン同士が集って、いわゆる別の意味での前乗りでみんなで歌うっていうのは見たことないですよ。でその前乗り、アルフィーの前乗りっていうのは別にその大阪城公園のストリートライブとは全く関係ないんですよ、うんうん、まあ、勝手に自分らが持って行ってやってたんですよ。ギターも持ってきたりとか、中にはドラム持ってきてる人もいてましたけど、すげえな、うん、でアンプとか拡声器とかね、なんかいろんなの持ってきて、今みたいにそんな PA で安くないから、はいはいはい、もういろん な、 なんかみんな工夫を凝らして拡声器、だから普通の学校で使うような拡声器持ってきてやってたりとか、はいはいはい、すげえ。で楽器弾きながらとかって、で、うん、私実は2回ぐらいそこに入ってたんですよ、はいはいはい、前乗りは、うん、ですごいですよ、昼からやってるの、12時ぐらいからしんどで12月の29日とか30日って激寒じゃないですか。寒いっすよ。激寒やねんけど、うん、その寒いなんか外で開演がだいたい6時 か、 なんかそれぐらいでしょ、はいはいはい、でそれまでやるんですよ。5時間ぐらい、うん、5時間ぐらいずっと昼からやってるっていう。うわしんど。いやでもあれ楽しかったなと思って、なんか昼からなんかいろんなフランクフルトとか食べながらねでこうわーってやってね、みんなでわーって、あー今はあんまないんかな、今ってどうなんやろ、ないんかな、ちょっとわかんないです、私も実際ちょっと調べてみます。それは誰かもしやってたらブログでやってると思うんで、でその時俺ね、 その時にいた人と結構付き合いあったりするんですよね。実は何年か越しに Facebook で見つけましたとかもありますし、あったりとかで、その時にいたね、小学生か、うん、低学年ぐらいかな、で ドラム叩く男の子がいたんですけども、うん、でその子が今もう結構大人になっちゃってめちゃくちゃやってて、へえ、親子でバンドやってるっていう。おすごい。なんかそれどっかで見つけたんですよ、はいはい、どうしたかな、なんかで見つけて、なんかちょっと嬉しかったですけどね。前乗りっていうのを僕もやってたんです、実はやってたんです当時ちょっとカッコもカッコつけまして、は、うん、やってました。ギター持って行って、であのコンサート始まる前にあのギター預かってくれるるんですよ。あその大阪城ホールで預かってくれるんですよ、スタッフはギター。預かり物であのナンバーつけて、はいはいはい、預かってくれるんですよ。だからあのモギリの場所あるじゃないですか、あの横にその荷物置き場があって、はいはい、そこギターだらけ、はいはいはい
すげえ、なかなかない光景。もぎりの横がもうギターだらけ、もうギターもバンドをつけてがあってあるんですけど、そういうなんか懐かしいなと思って、ちょっとこれ動画にしようかなと思って、うん、あの軽く話してみようと思って動画にしたんですけども、うんうん、みんなやられたことあります？あの視聴者の方。いきなり聞き出したよ。あったらちょっとまあコメント書いていただいて。でもあの絶対言いてると思いますよ。あの何名かの大阪城ホールに来てたっていう、神奈川かどっか千葉かどっか、まあ、関東の方から来てるっていうコメント見たんで、ひょっとしたらそれ見られてる方もいるかもしれないですけどもね。でもその大阪城ホールの年末のライブっていうのは毎年やってはるんですか？うん、毎年もう決定事項。もう毎年その年のツアーのファイナルは大阪城ホールっていうもう決まってるんですよ。へえ、そうなんや、うん、なんで大阪城ホールなの？それは知らない。なんでやろ、なんでやろ、だから大阪市長かなんか、なんか表彰されてますからね、何回かね。へえ、うん、で毎年その年末2930とか、まあ、2829とか、まあ、その辺りですに必ずある。はいはい、大阪城ホールは広いんで、そのね、入る前 の, そのストリート の, この道がめちゃくちゃ広いん で, そ, う、うんうん、でそこの一部を、まあ、今なんか船着き場なってるのかな、で、ほうほうほう、売店があるところらへんかな、ああ一番そのストリートの端っこですよ、ね、あそこにそのみんないろいろ用意して、はい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 、でギターが3人4人おったりするわけですよ。ちゃんと成り立ちます。ギター3人4人、ドラムが2人おったりするんですけど、成り立ちますそれ。成り立ちます、成り立ちます、大丈夫です、みんな曲知ってるから大丈夫です。それでわーってやってたんですよね。もう昼の12時から、朝起きて昼の12時ぐらいに行って、でそっからやりだして、最初寒いのよ、指が温まらへんから、もう弾けないもん、ギター寒すぎて、でも立ってこうやってギター弾いてやってるいくうちに1時間ぐらい経つじゃないですか、暑いんですよ。熱なってくるんですよ、えらいもんで、あれギターずっとで、乗るからこう乗りながら弾くんですよ。あ、なるほどね、ずっとやってると体熱くって、はいはいはい、ジャケットもコートも全部で T シャツ1枚でやってましたもん。頭おかしいやつやん、旗から見たらT シャツ1枚でここから湯気立ちながらやってました。はあ、はあ、マラソンで走るぐらいでやっぱりね、あれカロリー消費するんですよ、あれバンドって。まあまあ、でも実際動きながら演奏しながらって言ったら、うん、そりゃそうなりますよ。だからあの夏場ギター練習するのって結構しんどかったりするんで、夏場のギターってクーラー入れててもギター弾き出すと汗かくんですよ、指しか動いてないけど汗かくんですよ、それだけその気持ちが入ってたりするんで、それと一緒で、その大阪城公演の時も前乗りの時も、もう本当気温0度に近い寒さであったとしても暑いんですよね。え、他の人もみんななんか薄着になっていくみたいな感じなんですか、やればやる、うん、そうです、やってる方はね、はー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 、歌ってる方はちょっとしんどいかもしれないですけど、そのギャラリーの人、ギャラリーはまあ入れ替わるんですけどね、ちょっと見ていく人もいれば、ずっといる人もいてるし、結構写真撮られたりしましたよ、僕ギターと一緒に。へえ、なんか別にその高見モデルのギターでもないんですけど、うん、そのレスポールというね、ギターを持っていって、はいはい、写真撮らせてくださいとか、うん、一緒に写真撮られて、そんなんありましたよ、その写真どっかあるのかな、あるんでしょうね、どっかに、どこの誰でもないですけどって一緒に撮るしね、どこの誰でもないけどいいんですかって言ったら、当時はそのバンドっていうのがその今みたいに YouTube とかないから、そんなにその目の当たりにすることって珍しかったんですよ。なるほどね。で今やったらストリートとか、なんかいろんなイベントでバンドが出てること結構多いじゃないですか、商業施設とかでも。当時ってあんまりそんななかったんで、その生でその演奏してる姿を見るっていうのは意外と珍しい時代だったんですよね。だからその一般のそのファンの方ってあんまりそういう風な、生でこんな間近で演奏してる人の、手元を見ることはないんで、ね、結構だから手元ジロジロ見られたり、怖っと思って緊張するわ。そうそう、手元ジロジロ見られたり でアンプに耳こうやって近づけてちゃんと弾いてるかどうか確認されたりとかする。いや怖いな、それもそれで、うん、いやまあ興味あったんですね、ちゃんと弾いてるのかどうかとかね、はい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 、まあ、どういう風に弾いてるのかとか、うんうんうん、そういう興味ある人がおったんでしょうけど、そういうことをやってましたね。で5時間ぐらいずっと昼からやるんですよ。もうなんかライブ行く前から疲れそう。もうヘトヘトですよ、それ で, でしょ。もうなんかもう見終わったぐらいのヘトヘトぐらいみたいな。でみんなその各地からこうファイナルやから、もう各地の人が集まるんですよ。はいはいはい、はい、四国から来たりとか、もう関東から来たりとか、だからもう言葉もいろんな言葉が、日本語やけ ど、ね、いろんな言葉がいろんな方言がね、ね、それであれはでもなんかその時は楽しかったですね。うーん、なんか僕もそういう
なんか今みたいにこう簡単にバンドできるような時代じゃなかったんで、やっぱり人前で演奏するってなかなか機会がないっていう時代やったんですよ。はいはいはい、でその年末の時はギター担いで行ってましたね。はあ、うん、で友達と友達も一緒に入ってやってました。ベースの子もおったかな。そうでベースも一緒に、入ってやってましたね。ほぼフルバンドですね。フルバンドです、ね、でもいっぱいいてるんですよベースが。ベース2人3人とかもありやからね。もうみんなで楽しく演奏してみんなで歌おうぜっていうあれやから、俺の演奏を見ようっていうわけじゃない。なるほどね。もう一緒にも、そう、ある日の曲をみんなで共有して、その温めて入ろうっていう。もう十分温まりすぎ、温めすぎやね。みたいな感じは思いますけどね。5時間やから。うん、もう準備万端通り越して。そう。でまあ途中でそのお腹すいたら売店あるじゃないですか、大阪城ホールってね。近くにね。フランクフルート食べたり、あったかいコーヒー飲んだりしながら、うん、あれがまた楽しいんですよ。外でやるのって何が楽しいんやろうなと思う。もう寒いけど、野外ってなんか特別感ありますよね。なんか面白いですよね。うん、分かる分かる。なんかこう青空の下でみんなで、うんうんうん、でみんなワイワイ言ってるし、はい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 、活気があるじゃないですか。あれってでも今はねやってんのかどうかっていうね、やってんのちょっと見に行きたいな。今やってるんですかね、うん、今年はちょっとねあれですけど、うんうん、来年のその大阪城ホールある時にね、もしあれやったらチケットを返してね、ちょっとその前乗りから見てみて、まあ、入るのはしないですよもう今はね。もうあのそういう人たちに任せて、まあまあね、うちはもうね、入るほど多分そんな曲も多分当時のように覚えてないと思うんで、うん、だから今の人は今の人たちに任せて、はいはいはい、でもそれやってたら面白いなと、みんなでこうバーってやってるのが、うん、結構面白かったなっていうのがありましたね。当時付き合ってた彼女とかと行きましたよ。結構僕も集団で行ったりしてましたんで、はいはいはい、友達とか彼女とかみんなで、はいはいはい、うん、でそういうことやってた、うん、でもその人たちが当時だからその頃で30代ぐらいの人が多かったんかな、うん、だから僕が若かった方なんで、かなり若かった方なんで、10代でしたから、うん、その頃って10代、18くん時でしたから僕が。わっか、未成年やないかい。未成年。そうほんでね、そこにいる人たちは ほとんどが多分30代ぐらいかな当時。ああ、じゃあ今で言ったらもう50代、うん、50代ぐらいになってると思うんですけど、あ、まあその方たちもね、音楽活動されてる方もちょこちょこは見てるらしくて、拝見はしておりますけど、だからそういう前乗りっていうのが実はあって、これでも他のアーティストであんまり見たことないからっていうのがあって、いい時代ですよね。なんかみんなが一緒になって曲を共有してみたいな。だって今の若い人たちのバンドってやっぱりみんなが共有っていうやり方がちょっと変わってるので。ああ、そうか。あのもうね、いわゆるモッシュっていうやつとか、もう曲期間と騒いでるだけっていうのが、私は暴れるっていう、あんまり好きじゃないタイプなんで、え、曲聴いてますみたいな。いや、もうすごいんですよ、なんか すごい激しいおしくらまんじゅうやってるみたいな感じになっちゃうので、曲も何も聞こえないんですよね、そうなっちゃうと。楽しみ方、まあ、一部あってもいいとは思うんですけど、やっぱりそのアルフィーさんのその前乗りのやり方っていうのがすごい羨ましいなって私は思いました。そうそうそう、面白いです。フラワーレボリューションとかなんか面白かったよ。なんか、うん、出くわしてみんなでこうやって誰とかに。めっちゃおもろいこうやったりとか言って、なんかそれいいですよね、みんなで合わせて。だからまあみんな知ってるから合うじゃないですか。で、なんかみんなその通りに、もうそのなんかもう本番さながらのような、はいみんなフリーというか乗り方とかやったりとかしてましたよ。はー、非常に楽しかったです、あの時代は。いいですね、うん、なんかでもそういう時代の何かをね、僕らがまあ、なんでしょうね、なんか再現する方法ないんかなとか、ちょっと参考になると思うんですよね、いろいろね。そうですよね、なんか私そういう、楽しみ方だったらいくらでもしてもらっていいのになって思うんで、なんかそういう文化あったんやと思って、逆に初めて知ったんですよ。前乗りって前日からっていう意味でしか知らなかったんで、やのにね、ライブ始まる前からもう楽器みんなに持ち寄って、そう、持ち寄って曲を演奏して歌うみたいな。だからマイクはない、まあマイクあったんですけど、もうみんなで歌うっていう、とかその来た人にマイクを持たせてあげるとか、そういう感じでやってたんですよ、うんうん、ギャラリーの人に歌ってもらう、うんうんうん、まあ、こっちはもう演奏するだけ、うんうんうん、で、こう乗り上がる、ジャンプ、いいね、ヘイジャンプってわーって
で5時間ですからもう南極やっとんねんって。いや本当にね、だからなんていうんですかね、なんかそうやってこうみんなで一緒に楽しんで、かつもう、うん、もう心の中はもうすげえ盛り上がってる中でもうライブ行ったらもう超楽しいじゃないですか。そうそうそう、ほんでもう終わってからみんな帰らへんしね。ねえ、そのコンサートが終わってからまたそこにみんな集まってベラベラ喋って、もう11時やでみたいな感じになってみんな帰らんとそこにうだうだして、そのなんちゅうの、その楽しみを共有みんなでするっていうね。本当それって結構なんかこう今の時代でもなんかこう同じ人間なんでやっぱり満足すると思うんですよ。いろんな人との友達だけじゃなくて、そこに居合わせた人間とよかったよね、あれよかったよねみたいな感じで言うのってすごいより満足度が上がるわけじゃないですか。あれでも本当大引くぐらいすごかったよねえ。そのいいな、帰ったらだって寝れなかったもんね。アドレナリン出まくって、もう昼間からガンガンやってるからみたいな、ね、ほんで夕方まで前乗りでヘトヘトなってんのにまたコンサートってうわーやって、でその後飯食って、もうでギリギリまでもう何しか長い時間その場にいときたいっていう。ああまあまあ、分かるそれ。でもそうですよ、ね、ずーっと行ってもうほんまギリギリまで行って行っても真っ暗でもなんか街灯も消えるねっていう時間があってやっと帰るみたいなね。はい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 、でもそれでも足りひんってなりますよね。うん、足りひんってなるんですけど、うん、それを 2days あるわけが2回行くわけですよ。お明日もじゃあみたいな感じでじゃあ明日もよろしくみたいな感じで体力あったわあの頃は。ああ私もそれ1日でアウトやわ、もうしんどいわ。冬やしね。ねえ、あでも冬の方がいいですよ、あれ、あんだけ騒ぐんやから。暑い、夏やったら死んだわ。夏はね熱中症になるよ。冬やから暴れて騒いでちょうどいいぐらいです。温まって本当にね T シャツ1枚でできるんです。乗ってくるとこう熱くなるから湯気はこう出ながらやるんで、はいはいギターガー弾きながらとか、ベースの人、キーボードもと、うん、ほんと全部ありましたよ楽器。すごいな、ほんと。ただその PA とかちゃんと入れてるわけじゃないんですよ、うん、みんなが持ち寄りなんで、持ち寄った機材でみんなそれぞれがやってるっていう。なんかその手作り感もすごい楽しめるそうそうそうわけじゃないですか。で、まあ、基本的に一人が目立ってはダメ、もうこれ、うん、アルフィーのあれと一緒ですね。あ、なるほど、はい、ね、3人と一緒で、はいはいはい、1人が目立つようなことはしてはダメ、でみんなでやる、うんうん、でギャラリーに歌ってもらう、うんうんうん、こっちは演奏する、うんうん、演奏も邪魔しない、うんうん、もうこういうルールのもと、いいですね。で前乗りをやってた、ね、平和ですよ、うん、平和平和というかね、なんか、うん、いい時代やったね、あの頃は。いまだにでも思い出すもんね、うん、そういう時のことを。だからなんかそれを参考にできたらなと思うんですけど ね。なんかもう隣の人みんな兄弟ぐらいの勢いでみんなね、うん、仲良くなれたらすごい楽しいじゃないですか、言ったらね。なんかいいそのコミュニケーションなんですよね。うんうんうん。まあ今みたいにネットとかないから余計ですわ、当時は。だから電話って言ったらまだまあ携帯とりあえずあったかなっていうぐらいの時代なんで、まあ基本的にそのコミュニケーション的にもうそこしかないわけやから、リアルでできるのが。だから暑かったですね、あの頃みんな。多分、まあ、今も皆さん暑いと思うんですけど、ね、なんかそういうの復活させましょう。してるのかな、やってるのかな、今でもやってるのかな、やってんのかな。大阪城公園は、ない、広いから、まあ、やったって迷惑にはならんので、あれ。コンサート当日は誰も他の人はいてないんで、うんうんうん、だからね、まあ、ちょっと、それ調べてみます。今もやってるのかどうかね。知ってる人いたらコメントいただければと思います。はい、お願いいたします。まあ、来年もし年末行けたら行こうかなと思ってますんでね。はい、ちょっと軽く見に行こうかなと。前乗りから見に行こうかなと。いや、私そこの前乗りからみたいですよ、行くなら、うん、5時間ぐらい頑張って5時間も頑張る、途中でええやん、もう見るんやったら5時間ぐらい付き合うでみたいな。5時間でしょ、寒いでやるならともかく見てるのはあれ5時間はしんどいと思うけど、いやもう何の痩せ我慢よ。5時間、まあジャンプしてる人もいましたけど、いやもう膝がおかしなる、そんなんした体力あったよ、みんな。いやもうすげえわということですね、はい、ちょっと珍しくですね、この動画は、うん、20年ぐらい前のね、うん、アルフィ20年以上かな、アルフィのコンサートの前乗りっていうのがあったことに関してちょっと動画にしてみました。はい、はい、皆様よければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ではでは、ありがとうございます。
汗だくですわ。